上等特殊事項の真骨頂である技術を駆使した代表格、講談社の全国訪問お話し隊のエピソードを聞いた。この車のすごいところは、20年前に本をだんだん子供が見なかったっていうんで、小田さんが90周年事業として、じゃあ子供らさんにもう夢を与えようっていうことで、無料でこれ全国の幼稚園、小学校、図書館とか、まあ、お子さん集めて自由に本を書くんです。もう一つは読み聞かせ会っていうのがちゃんとベッドあって、違う教室に連れてって、読み聞かせをずっと1時間ぐらいやるんですね。ボランティアさんがみんないるんですけど、それを最初にやった時に、作れないかって育ったのが我々の会になってバタバタみたいなチームたちがね、はい、もうお子さんが100人乗るって言うの、大人で20人、でも絶対壊れちゃう、しかも4年間、でこの薄いやつで結局重量感で1トンぐらい乗るわけですから、それで何百回やられても大丈夫、関してはあれです、現場の方で作ったものを、はい、まあ要は採寸して、で自分の方でCAD化したもの、本来は寸法にしづらいものを3次元CADを使うことによって、それを、何て言うか寸法を入れられるようにしてるような感じはあります。そのやることですから、全部が全部そのうまくいけばいいんですけど、なかなかそうもいかなくて。設計って基本的に図面出してしまったら、あとはもう避難ならしいですよね。図面を出して、出したらもう逃げて帰りたいんですよ。で動くね。普通で取れちゃダメ。これが家庭用の電気と違う判断。座席を外した時があるんですよ。シートをチェンジした時があって、で使わなくなって取り外して余ったり。はい、そのリクライニング付きまだ生きてるんですね。切ったり貼っつけたり。そうですね、まあ、これはもう何度もやってる仕事になるんですけど、一番最初の車になると大体試作になるんで、そうすると、まあ、全部の部品をこう鉄板から切ったり予測したりして、こう形にしていくので、もう慣れるとこう折り紙を作ってるようなでやってるような感じですけど、最初の頃はやっぱ試行錯誤しながら合わせたり、そうですね、はい、なんで自分の狙いと実際できたものとどれだけこう理想に近づけられるかっていうのを考えながら仕事に当たってます。いらずでできる人っていうのはもう、まあ、だんだん少なく、今の若い人だったら図面くださいとかなんとか関係ないのよ、こういう人はね。そうこれ全部機械で曲げてないんですよ、自分で曲げてるんですよ、これ手で、これミリなんか絶対狂ってないんですよ、 0. 何ミリですよ、手で作ってる。誰でもできるでそうでもない、これうまくちゃんと位置合わさないと変な風な形になっちゃって、こんな風にはならないんですよね。置いた時にちゃんと平行になるように考えなきゃいけないし、である程度の傾斜でも常に平行に保てるようにしなきゃいけないとか、いろいろあるんですよ、これ。車っていうのは側面をパカッて上げちゃうと、すごい車って弱くなっちゃう。実際は中に芯も入ってないじゃん。この距離全部空いてますよね。実はこれで車を持たせるのが我々の技術。普通の車ってだんだんねじれてきて、ねじれてきて、あちこち亀裂がバンバン入っちゃって、最後にみんなダメになっちゃう。ならないようにいろんな仕組みをやってるのも我々の技術。昭和30年代初め、手作りの神様の大先輩がオート三輪、ダイハツミゼットのお花を板金で作り、いくつも納品していた。オートメーション化が進む中、手作りを極める彼らの技術が大災害や事件など困難な状況の現場を支える影の力になっている。
社会貢献の心と英知の技術が彼らのプライドである。次回第6話、 AI とものづくりの未来をお送りします。次回もお楽しみに。